質量の差が大きい二つの天体の公点の様子。質量の差が小さい二つの天体の公点の様子。公点とは、ある物体が別の物体を中心にした円または、楕円の軌道に沿って回る運動の呼び名である。地球は太陽を中心に公点している。太陽と地球の質量比は、約33万1なので図の上の場合にあたる。天文学でいう交点は、 ある天体が、K の重心の周りを周回することを指す。例えば、地球は太陽の周りを公転しているなどという、K の重心に恒星が存在する場合、この星を主星と呼び、公転する星を晩星と呼ぶ。また、惑星の周囲を衛星が周回する場合や、渦巻き銀河の内部で恒星が周回する運動も、公転と呼ぶ。公転運動の重心に常に天体が存在するとは、 限らない。例えば質量の差が大きくない二つの構成が連星を作っているような場合には、K の重心は二つの星の間に位置する。また、交点する物体は、構成や惑星、衛星に限らず、ゴミやガスなどが交点している形も数多く存在する。太陽系の例では、木星、土星、天王星などの惑星の間は、ゴミや氷などの小さな粒子からできていて、 これらの粒子がそれぞれの惑星の周りを光転しているものと考えられている。ブラックホールなどでは吸い込まれる物質がブラックホールの周囲に集まって光転運動を行い円盤を形成する。これを光着円盤という。光転運動の元となる重力源の質量が重力源から光転天体までの距離によらず一定の場合には 光転周期の事情が軌道長半径の3乗に比例するというケヘプラーの第三法則が成り立つ。銀河内部の構成の光転運動などの場合には、銀河の物質が銀河中心からの距離に従って連続的に分布しているため、構成の光転運動は銀河中心からその構成の位置までの間に分布している銀河物質全体からの重力で決まる。天体自らが コマのように回転していることは、自転という。火星の公点の見え方は、実際の火星の動きとは異なっていて、綺麗な楕円形を描くようには見えない。これは、地球の公点と火星の公点の速さが違うためである。太陽系においては、惑星や水星、小惑星などが主星である太陽の周りを公点している。これらの公点軌道面は、 ほぼ同一平面上にあり揺れ幅は数度である。各天体の軌道面を観測する場合に、基準面として、地球の光天面である、王道面、主星である太陽以外のすべての天体の惑星の軌道を過重平均したものである、不変面、太陽系のほとんどの質量を抱える、太陽の赤道面などを基準に傾斜が測られる。可表参照。太陽系の主な衛星。 特に巨大ガス惑星である木星や土星の衛星の高転軌道は、それらの主星である惑星の赤道面とほぼ同一である。これらの衛星の高転軌道の傾斜は、対、ラプラス面で測られる。例外は、地球の衛星である月で、その高転軌道は、地球の赤道面ではなくほぼ横道面に収まっている。微惑星。 小惑星、彗星などはそれらの誕生の経緯や近接する他の天体などの影響から大きく傾いているものもある。そして太陽系は天の川銀河の銀河面にあり銀河系の中心である銀河角の周りを約2.2億年余りをかけて一周している。太陽系の惑星の後天面は太陽の赤道面とほぼ同じであるが太陽の自転軸は 銀画面に対して67.23度と大きく傾いている。光点といえば人工物ではなく自然から存在する天体の軌道を指すことが多いが地球上を回る人工衛星の軌道も光点の一つに含まれる。電荷同士の間に働く電磁気力も重力と同様に強さが距離の逆事情に比例する中心力なので天体が 重力によって交点するのと同様に過電粒子、同士も交点運動を行う。例として、電子が原子核の周りを回る運動を交点と呼ぶ場合がある。ありがとうございます。